はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、浅田真央です。さあ本日なんですが、最強スキル CEO の統率というスキルをね使っていきたいなというふうに思っております。これあの公式放送 YouTube のね放送でまあ発表になったスキルで、これねあの結構面白いスキルなんですよ。またねあの社長のスキル本当に面白いスキルがめちゃくちゃ多くてめちゃくちゃ嬉しいんですけどね。これデュエルの、開始時に自分のフィールドにペンデュラムゾーンを追加する。でデュエル中に一度手札から、CEO ヘルアーマゲドンさんね、これヘルアーマゲドンさんを一体を選んで X ラッキーに大きい。でその後自分のフィールドデッキのデディペンデュラムモンスターそれぞれ一体まで選び、効果を無効にしてペンデュラムゾーンに置くと。まあフィールドから1枚、デッキから1枚置けるっていうことで、まあデッキから1枚置けるんで普通にアドバンテージを稼ぎます。で、次の自分のターンの開始にそのペンデュラムゾーンのカードが全部デッキに戻っちゃうよという効果ですね。でこのスキルは、ヘルアーマゲドン1体以上を含む、DDD ペンデュラムモンスターが6体以上存在するデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ適用できますよ。でエクストラデッキは含みませんよっていう感じなんですけども、これがねまた難しいんだよね。この何が難しいかっていうと、このヘルアーマゲドンっていうモンスターがマジで問題児でございまして、はっきり言って弱いんですよこいつがあんまり強くないというね。DDDC をヘルアーマゲドン、これちなみに召喚ムービーもあるし、アニメではもう冒頭のあの赤バレージがこいつ3体出して釉薬の相手にねドヤーって言ってたモンスターなんですけど、このモンスターがマジでほぼほぼねこの環境下バニラです。バニラ、まずねそもそも2番の効果で、このカード対象としない魔法トラップカードの効果では破壊されないって書いてあるんですけど、対象に取りまくりますんでこの環境なので、普通に破壊されましたとモンスター効果も全部受けます。で、これ一旦に一度自分のフィールド上のモンスターが戦闘効果で破壊された場合、なんか例えばヘルアーマゲドンの横になんかモンスターがカイゼルがいたとしましょう。でそのカイゼルが破壊された場合、そのモンスター1体を対象にしカイゼルの打点分なんかヘルアーマゲドンがめっちゃ怒って、2800の打点アップして5800になるよみたいな効果なんですよ。ヘルアーマゲドンさんはそういう効果です。でこの効果が発動するとまあこのカード直接攻撃ができないっていうデメリット効果もあるんですけど、この効果実はねこれ僕知らなかったんですけど、ペンディラムモンスターが破壊されたらダメなんですね。これ例えばヘルアーマゲドンが並んでいるとしましょう。でまあ隣のヘルアーマゲドンが破壊された場合、ヘルアーマゲドンが破壊されたら、フィールドから落ちていくカードはペンデラムゾーンに行きます。エクストラデッキゾーンに行きますよね。でエクストラデッキのゾーンはなんかその非公開情報だっていうルールがあるらしくて、だからそのヘルアーマゲドンが破壊されてヘルアーマゲドンの打点が上がるっていうことはできないんですよ。要はその参照できないみたいな攻撃力が、まあ、そういう扱いなんですって。これが遊戯王っていうゲームです。これはルール、これが遊戯王のルールらしいんですけど、これよく考えて俺なんてこれで腹立ってるのかなと思ったら、アニメではできてるんですよ。アニメではヘルアーマゲドン3体並べてヘルアーマゲドン1体破壊したらなんかヘルアーマゲドン残りの2体のモンスターの打点が6000になってうわーってやってたんですよ。これがねアニメ再現できません。リンクスでは、まあ、OCG もそうですけどルールで、いやだとしたらこのモンスターの効果もうちょっと書き換えてほしかったと思うけどね。破壊されたモンスター対象に取らずになんかその破壊したモンスターの攻撃力分アップするみたいな効果でよくない？これあまりにも弱えとこのモンスターが、だから本当に3000バーニラなんですよこれ。ということでじゃあどうやって戦っていくかと、このスキルで考えました。私ペンデラム軸いろいろまあ、ちょっと1個前に動画出してるんですけど、6エクシーズ軸が結構強くて、あっちはまああっちでいいとして、ペンデラム軸はペンデラム軸で活躍させる必要があるんで、そうした時に一番強いなって思ってるモンスターがこれなんですよ。カイゼルさん DDD 制覇王カイゼル、これねペンデラム召喚した時超強いです。ペンデラム召喚できたらめっちゃ強いっていう効果、このカードがペンデラム召喚に成功した場合、相手のフィールドの表側表示のカードの効果全部無効になると。表側だったのね。でこのカードがペンデラム召喚に成功したらターンのメインフェーズに一度自分の魔法トラップゾーンのカードを2枚目で破壊し、その破壊した数まで通常のバトルフェーズ中にその通常の攻撃加えて攻撃できる。つまり2枚破壊すれば3回攻撃できるんですよこのモンスターで。注意してほしいのはこれもなんかちょっとバグってて、ペンデラムゾーンのカード破壊できません。魔法トラップゾーンって書いてあるんで、だから俺最初なんかペンデラムゾーンのカード破壊できるかなと思ってなんかやってみたら無理だったからなんかペンデラムゾーンと魔法トラップゾーンが共用のルールの場合はいけるんですけど、デュエルリンクス一応このスキルでペンデラムゾーンを加えるっていうスキルを使ってしまうと、まあ、魔法トラップゾーンと別になっちゃうんでこれ破壊できないんですよね。これ自分の魔法トラップゾーンまたはペンデラムゾーンのカードでよくない？これ
絶対おかしいと思うんだけどこれ。まあそういうね、不満は置いといて、こいつを出してぶん殴っていくっていう、まあ、こいつで3連打2連打していきたいっていう、まあそういうことですね。まあこいつがバニーなんで実質で、カオスアポカリプスはこれなんで入ってるかっていうと、 DDD のペンデラモンスターを6枚入れないとこのスキル発動できないんで、まあ一番強い DDD の、 あのペンデラモンスターと思ったんですよこいつが。これあの墓地に行ってるとね、表側表示のカード、表側表示の魔法トラップカードを破壊して、墓地から特殊召喚できるって、こうやって書いてくれればさ、ペンデラムゾーンも破壊できるんだけどさ、こいつ魔法トラップゾーンのって書いてんだよね。もしクソかよ。で、こいつは、魔法トラップカードを破壊して墓地から蘇ってこれるんで、結構その契約書、バルキリーの契約書のコストにして捨てて、で相手ターン中に、まあ、スキルで貼ったペンデラムゾーンのカードを2枚ぶっ破して出てきたりとかできるんで、フリーチェーンで空いてたんだったらね。なんでこういう効果が、まあ、無用モンスター相手増えるからっていう意味でこいつ入れてます。で今回、エクストラデッキいっぱい入ってるんですけど、基本的にはもうこのモンスターたちは使えませんあんまり。まあ一応マシン用で出すぐらい融合モンスターを。これメインギミックはマジでペンデラム召喚します。あのモンスターを手札から、はい、カイゼルとアポカリプスとヘルアーマゲドンとか、カイゼルヘルアーマゲドンヘルアーマゲドンみたいなモンスターをバーンって出してでぶん殴っていくって、そういう時です。はい、まあ、一応ね7なんでこいつらが、まあ、あのナイトハウリング入ってるし、まあ、重心クロとかしたりね、あと、まあ、サイクロンにもなれるオルドロスが入ってて、まあ、例えばテムジンと読んでアレクサンダー出したり、あとあのナイトハウリングとテムジンで、ドラッグオンバビリオン出したりとかはできるんですけど、できるんですけどあんまりやりません。このデッキはカイゼルを出してカイゼルでぶん殴っていくっていうことで、勝っていきたい、まあ、そういう感じのデッキになってますんで、まあ、このスキルがね、というかこれ本当に DDD のペンデラムモンスター、実装されてるペンデラムモンスターがあんまり強くないっていうのが問題ですね。アビスラグナロクっていうモンスター、あのレベル40 の、 あの赤羽が使ってると思うんですけど、あれ実装されたら世界変わるんですけど、多分あれ ないとマジでこいつら本当にただの打点なんで脳筋でぶん殴るしかないんで、ペンデラム軸は本当にこれを活躍させるしか俺はないと思ったわ。うん、というわけで、早速ねカイゼル制覇王、カイゼルのパワーを見せていきましょう。デュエルスタンバイ。私はデュエル。さあお相手の方チャンユズね、チャンユズいいでしょう。失敗は私は好きではないそんなこと絶対こんなことを絶対赤羽社長は言わない発言丸一。私は失敗は好きではない。セット、ソプラーノ、ソプラーノ OK。 ブルームディーバはカイゼルさんで無効にできるんで言うて大丈夫です。シューベルトの方がきついですかね、どっちかっていうと。さあまあでも言うてこれなんか CEO の統率って言ってるから、多分これブルームディーバ出してくんじゃねえかな。DDD って本当にあの相手のカード破壊する効果しかほとんどないんで、バウンスとかないんで、一応アビスナグラウンがあの除外する効果持ってますけど、あれ実装されてないんで、ブルームディーバいいでしょ。予想していた、それは全くもって予想していた。攻撃表示は甘いじゃないか。これ聖杯ケアするんだったら2000を守備です。一応ブルームディーバは攻撃表示で出すのはあんまり得策じゃないかな。私もまだ全力ではない、私もまだ全力ではない。カイゼル来た、カイゼル来た、いいぞ。まあ、とりあえずサイクロンを一発ですか。ネクロフュージョンでやめてくださいって感じじゃないですか。速攻魔法発動。ネクロフュージョンでいいかもですね。結集が一番うざい。オッケー。ブレイクするスキル、オッケー。とりあえず、魔導賢者ケプラーを召喚。DD 魔導賢者ケプラーの効果発動。召喚特殊召喚に成功した場合、契約書カード1枚を手札に加えることができる。そして、DD じゃない。地獄門の契約書を発動。地獄門の契約書の効果を発動。地獄門の契約書の効果により手札に DD カードを1枚を手札に加えることができる。さすがにヘルアーマゲドンしかない。ヘルアーマゲドンを手札に加えていく。そしてスキル発動、信用の統率、さらなる進化の可能性を。ヘルアーマゲドンをエクストラデッキに置き、さらにデッキから極地をカオスアポカリプスをペンデラムゾーンにセットし、さらにフィールドの魔導賢者ケプラをペンデラムゾーンにセットする。これが最強スキル。そして魔導賢者ケプラスケール10と4、つまりレベル5から9のモンスターが同時で召喚可能、ペンデラム召喚。これが史上最強のペンデラム召喚だ。いくぞ、シーオーヘルアーマゲドン。召喚ムービーをどうぞ。
顔面ドーン顔面ドーン。そしてカオスアポカリプスをペンデラム召喚。極地よ、カオスアポカリプス。さらに来い DDD 制覇をカイゼル。そしてカイゼルのペンデラム召喚成功時の効果発動、フィールドの全ての表側表示のカードの効果が無効になる。さらに DDD 制覇王カイゼルの効果を発動。あとはあれですね、スコアをケアすればいいだけなんで。地獄門の、あ、え、ペンデラム像割れないのこれ、マジか弱っ、マジかよ、ペンデラム像割れないの、嘘だろ。あ、そういうこと、まあいいや。あ、でもスコアない、スコアないぞ、バカめ。効果は無効にしておいた。行けカイゼル、行けヘルアマゲドン、エルテンタクルウィップ、ふーん、かわいい、かわいい。私、巨像に惑わされていたのね。失敗も悪くはない。さあお相手の方、ハーピーの狩場ちゃんね、よろしくお願いします。デュエル3倍、異次元を制する王の力、たっぷりと味わうがいい。とりあえず高校でよかったあのカリバは本当に高校取られるとね、なんか魔法はバッコバコバッコバコ割られて、バウンスバンバン飛んできて普通にキル取られますからね。あの打点が高いモンスターを並べとくとなんとかなるんですけど、言うてね、あいつら魔法タップめっちゃ強いんでね、こいつら。あの今本当ハーピーしかいなくなってるらしいですよ、環境は。ちなみになんか俺あんまりそのなんだろう、大会とかは全然あの出れてないからあの分かんないんだけど、なんかそのいろんな大会、なんか非公式とかで大会優秀の方がやってくれてるじゃないですか。ああいう大会ではなんか3割くらいがハーピーらしいよ、大体3割だってめちゃくちゃ多いんだけど、だ3回に1回ハーピー当たるみたいな。でなんかそのうち5回に1回はトラミット当たるみたいな感じらしいから、なんかきついよねー。トラミットとか誰のキャラデッキやねんみたいな感じだよ。トラミットって、なトラミットって、トラミットって誰かキャラクター使ってました俺の記憶では使ってねえ。肉癖強いよ、せめて1癖にしろよ。ヘルアーガイドも俺も反応強いな。そうそう、これはまあオルトロス、サイクロンサーチですね。これ実質サイクロンサーチから動けるので、まあ結構反動的にはまあ強い方ですね。これ地獄門の契約書発動、地獄門の契約書の効果を発動、地獄門の契約書の効果によってさ戻せ、ハーピーし戻せ、無理かDD オルトロスを手札に加えさせてもらうぜ。そして DD オルトロスをペンデラムスケールにセッティング、そして DD オルトロスをペンデラムスケールにセッティングし、 DD オルトロスのモンスター、ペンデラム効果発動。ペンデラム効果、契約書カード1枚と相手のフィールド上のカード1枚ずつを選択し、そのカードをぶち壊すことができる。どっちにしよっかな難しいね、難しいね、超重武者難しい。で、地獄門の契約書を破壊、ヒステリックパーティー、オッケー。ヒステリックパーティー結構強いカードが、これヒステリックパーティーを与えたな。そして DD 魔導賢者ケプラーを召喚し、ケプラーの効果を発動、モンスター効果発動、モンスター効果によってマシン王の契約書を手札に加えていく。これはもうマシン王の契約書だ。そしてせいやな、せいやな、とりあえず CO の統率か、 CO の統率を DD 魔導賢者ケプラをデッキからペンデラムゾーンに置くことができる。ちょっと魔導賢者ケプラは融合でどっかどかしましょう。このゼロのモンスターはスケールが3から10、つまり4から7の、4から9のモンスターが同時に召喚可能、ペンデラム召喚。我が魂を揺らす大いなる力、この身に宿る DDD 制覇王カイゼルをペンデラム召喚、さらに CO ヘルアーマゲドンをペンデラム召喚。召喚ムービーをどうぞ。さあどっちが帰ってくるかな。さあ SC の効果を今発動するしかねえぞ。制覇王カイゼルはペンデラム召喚に成功した場合、相手のフィールド上の全ての表側表示モンスターの、表側表示モンスターというか表側のカードを全部無効にする。まあそこで撃つしかないだろうな。いいだろう。さあどうする、どれ戻す、どれを戻す。ケプラー戻してくんねえかな絶対無理か。あー、カイゼルか、帰宅をカイゼル、おかえりカイゼル、
DDD 帰宅号カイゼル。お願い。さあこれでモンスターを特殊召喚。今そして表側のカード無効だ。よし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 、いいぞ。よし、そして俺はマシン王の契約書を発動。マシン王の契約書、マシン王の契約書の効果によってフィールドまたは手札または墓地より融合採用墓地の国または除外し融合モンスターを融合召喚する。このなんかクサゴ魔導賢者ケプラと手札のカオスアポカリプスを墓地の国 DDD 国竜王ベオルフを融合召喚。このモンスターは貫通能力を持っている。 DDD 国竜王ベオルフ。ベオルフの攻撃名なんだろうな。神砕く、神砕くだな。いけヘルアマゲドン、ヘルテンタグル、いけ神砕け、ベオルフ貫通ダメージを受けろ。よし、あと相手の残り役は2000。よし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 、いいぞ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 。いや言うてこれ3000に対結構大変だろ。速攻魔法なし、オッケー。隙の章なし、チャネラーいいだろ、いいだろう、チャネラーはいいぞ、問題ない、チャネラーの効果いいだろう。よし大丈夫だ。え、これ2体は突破できん、多分さすがに2体は突破できん、さすがに。これパフィーマいいだろう、全く問題がない。華麗なる分身もいい。あ、3体展開、あの3体展開ってやばいこと、やばい、これもしかしてなんかやばいこと起きてこれやばいこと起きましたっけこれ。3体レベル4、3体でなんかエクシーズしてやばいこと起きるっけ。リンクスそんなにやばいやついなかったと思うんだよ、ね。はい、サンダースパークか、なるほど。やばい、全部殺される、まずいやばい、表側表示のモンスター全て破壊される、やばい、グワーッギャース。くそ、ヘルアーマゲドン、なんで魔法トラップカードの効果でも破壊されないしか書いてないんだ。モンスターの効果でも破壊されないようにしろ。コナミダイレクトアタック、何、カオスアポカリプスの効果を発動。ペンデラムゾーンのカード2枚を叩き割ることによって俺はこのカード墓地から特殊召喚するって来い、カオスアポカリプス。局地よ、カオスアポカリプス来た。これターンエンド、デッキトップなんか、これ契約書かなんか欲しいな。俺とドロー、契約書だった、実質1000ダメージはどうでもいい。そして俺は DDD、 DDD 魔導賢者ケプラを召喚。ケプラの効果を発動、ケプラの効果により地獄門の契約書を手札に加える。そして地獄門の契約書を発動、地獄門の契約書の効果を発動、地獄門の契約書の効果により、ハウリング、ハウリング、これスライムじゃね、スライムだ、スライム、スライムケプラで融合だ、スライムケプラ融合。マシン王の契約書の効果を発動、マシン王の契約書の効果により俺は手札またはフィールドまたは墓地より DDD モンスターによって決められた融合作用を墓地の送りまたは除外し DDD 融合モンスターを融合召喚する。現れろ DDD 神託王ダルク。そして墓地のスワルスライムのモンスター効果、このカードをゲームから除外し手札より DDD モンスターを特殊召喚、セイハーをカイゼルバトルだ、行け、カオスアポカリプスでアタック、行けカイゼル、ダイレクトアタック、帰宅王カイゼルでダイレクトアタック、ポーン、生ぬるいなハーピー、これがペンディアムのパワーだ。対戦ありがとうございました。やはり爪、女、あとで夜のデュエルしようぜ。これが俺とレベル2ブースター、レベル2ブースターやばいスキル使ってんじゃん。レベル2ブースターなんかレベル2からモンスターのなんか打点が上がるみたいなね、スキルですよね。私のターン、ジャンクウォーリアーかなんかですかね、これジャンクウォーリアースキル的なやつか。ハンド、ハンドはこれはどうしようかな、どうしよっかな、融合して融合してもいいし、ケプラからいってみよう、ケプラだな、魔導賢者ケプラ、そうか、魔導賢者ケプラ、ケプラの効果発動、契約書を手札に解除させてもらうぜ。これで契約書持ってきて、まあペンデラムしましょう、ペンデラムデッキだって言ってんだから地獄門の契約書の効果発動、地獄門の契約書の効果
地獄門の契約書の効果により DDD CO ヘルアーマゲドンを手札に加える。そしてスキルを発動、見るがいい。 CO の統率、 CO の統率の効果によってアポカリプスをデッキからペンデラムゾーンにセットし、さらにケプラーもセットする。そしてスワラルスライムの効果を発動していいのか、これスワラルスライムの効果、ベオルフ、ベオルフでいいや。スワイムとカオスアポカリプスを墓地送り、ベオルフを融合召喚、生誕せよ黒竜王ベオルフ。そしてレベル5からレベル9のモンスターを同時に召喚可能、まあ、同時かっこいったい、いけチーディディディシーオーヘルアーマゲドン、ヘルアーマゲドン顔面ドーン顔面ドーンドーン顔でっか、顔でっか。ちなみにこれあれですからね、相手ターンにカオスアポカリプスが特殊召喚されるため3000、3000、2700という最強の場面になりますから、これ強すぎに私が崩してみせる。手札から魔法カード、予想外、何これは予想外だ、予想外のカードが発動された。あ、モンスターを特殊召喚、誰やねんお前ヘルバウンド、お前誰やねん、通常召喚、聖地のやり持ち、何このカードをリリースしますと、デッキから装備魔法を手に加える。なるほど、装備魔法を手に加える。なんだこれ、なんかやばい匂いするぞ、なんだこれ、何っけや、魔界の足かせ、やばい、魔界の足かせは装備したモンスターの攻守をなんか100にするという劇的にやべえカード、やばい。あーあーアーマゲドンあーアーマゲドン、装備魔法発動、下克上の首飾り、下克上の首飾りと、何え、モンスターで攻撃する、えっ、ー